やりたかった。若干時期遅れてる感あるけど今日はですね、64、うちにある大体の64のソフト、大体メジャーなやつで、今回はこの64福袋ラギが買ってきてくれたんで、ちょっと開けようかなと思います。何本ぐらいあるんだそれ。何本ぐらいあるんだろうね。10本入ってね。10本ぐらいで、かぶんないようにしたいんだよね。ああそうだね。かぶったら買ってきたら品種ピー1回です。いや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 、あ、すごい。意外とコンパクト。意外とコンパクトだな。いいよ。あ、もう。ひどいな。12本ぐらい入ってるね。じゃあ一つずつ。はい。いきますよ。俺64が正直ゲームの機材のね、これあのすごめんなもんな。なんで？64が一番好きだから、結構ちょっと大事だわ。いくよ。一本目。はい。お。あ、パーフェクトストライカーじゃん。2本目、100円って書いてますけど普段外せよ。あ、パイロットイングス。これいいじゃん。パイロットイングス来てる。これは面白いよ。来てるね。これいい。次行きます。気をつけた。行くよ。はい。あ、栄光の、あ、栄光のセント&リュース。あの、一番有名なやつじゃん。うん、違うと思う。分からんな。64の、あの、中古コーナーブックオフとかの、一番数あるよ、これ。誰が買うんだって。次いくよ。はい。はい。わあ。何ポケモンスタジアムキンキン。うわー、かぶりー。はい、かぶりかよ。すごいちっちゃいこと言っていい、うん、絶対俺のデータの方が進んでる。ちっちゃいやつだな。次行きます。はい、はい、わあ、ドラえもん。ドラえもん、これなんだっけ。タイトルあるよね。のび太と三つの精霊石。いいっすよ。行きますよ。はい、はい、悪魔城ドラキュラ。おお、面白そうだね。これ面白そう。まあドラキュラ面白いか。あ、そうなんだ。うん、これはいいや。え？いきます。はい、はい、あーマブロ。昔のマブロだ。あ、これ4か。4だね。おー、夏派手な感じはしない。しない。はい、はい、あー出た出た。これは出た。伝説の伝説の卵卵っち。神言ってるわ。いくよ。はい、はい、おー、その神。名前がもう付けられてる。なんだって。動物の森。もうこの森はヘッポコ村らしいです。弱そう。俺起動したらヘッポコ村以外つけちゃいけないよ。はい、何が出た。わー、出た。ヨッシーストーリー。これいいじゃん。ラギがよくオープニングの音楽までするやつ。あー、ナポナーポー。そうそうそう、ナポナーポーだよね。そうそう、いくよ。ラスト2本。はい、はい、あー、出た。あ、かぶり。はい、かぶり、はい、かぶり。あー、痛い、痛いの。いや、大丈夫。あー、あー、痛い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 。さあ、ラストいきます。はい、ラスト1本。はい、あー、あー、バンジョーとかずい。バンジョーとかずい。これ来てる。めっちゃ面白いやつ。ちなみに、ラキさん、これいくら。これ、なんと1000円。はっきり絶対も取れてる、これは。1000円か。で、1、2、3、12本か。12本で、めっちゃいいじゃん。かぶったのが2本。じゃあ、2回だね。